皆さんこんにちは。衆議院候補の伊沢真一です。皆様にはいよいよ本日5時この決戦、最終決戦の火蓋が幕を切って落とされました。皆様にはこの間本当に伊沢真一頑張れ、もうたくさんのご支援をいただいてまいりました。本日もたくさん多くの方々駆けつけていただきました。改めて心より御礼申し上げます。ありがとうございます。本日は山口那津男前代表常任顧問も駆けつけていただきました。私が国会議員初当選した時からずっと山口代表で、山口前代表のもとでさまざま私も奮闘を受けていろんなことを教えていただきました。中でも一番思い出になってますのは、あのコロナの時の一人一律10万円の給付です。あの時私は財政金融部会長という役職でした。その中で政府の最初の案は所得の少ない方にだけ給付をお届けしようという案です。でも私やっぱり地域でこの森口でも皆さんのいろんなお声を聞いて、エッセンシャルワーカーで一生懸命働いている方々、給料は減ってないけど本当にご苦労されてる、年金暮らしの皆さんも減ったわけじゃないけどものすごく皆さんは不安の中で生活をしてらっしゃった、だからどっかで線を引いて分断するべきじゃないんだと私は強く訴えて、財政金融部会、公明党の部会として政府に提言をした。それがニュースになったんです。そしてそれを最後は山口前代表に動いていただいて、安倍総理のもとに直談判していただいて、最後の最後皆さんに一律10万円給付をお届けすることができました。また選挙になったら毎回思ってます。選挙になるとどの党もどの政治家もみんなええことばっかり言うんですよ。あれやります、これやります、うちはこんないいことやります。でも本当にやってくれるのかどうかが大事なんです。本当にできるかどうかが大事なんです。これそれを見極める簡単な方法があります。それは実績があるかどうかを見ればいいんです。候補はちゃんと仕事をしてきた候補なの。伊沢真一はこれまで皆さんに支えていただいて4期12年間皆さんのいろんなお一人お一人の声をこれまで形にしてきました。この実績は伊沢真一どの候補にも負けません。これまでもさまざまな取り組みの中で皆さんお一人お一人の声を形に、例えば去年は私厚生労働副大臣です、子ども子育て支援の担当もしておりました。その時に決めたことが今年と来年実現している。例えば今月からは児童手当が大幅に拡充される、子ども3人からは倍、中学校3年生までだった児童手当が高校3年生までもらえる、所得制限も撤廃される、来年度からは育休給付、子供がちっちゃい時の育休給付、パパも産後育休を取れば賃金そのまま保障される制度が始まります。まだ子供がちっちゃくてフルタイムで働けない、短時間勤務、当然給料減ります。そこを雇用保険で上乗せする制度も来年度から始まります。いろんな実績あります。また高齢者の皆さんのつい最近嬉しかったのは帯状疱疹のワクチン、これも時間かかりました。でも地方議員さん、公明党のネットワークで全国の地方議員の皆さんと一緒になって支援を広げていったことで、ついには最後国で定期接種が来年度からすることも決まりました。認知症対策もそうです。世界で初めての認知症の治療薬、これ実は承認された時めちゃめちゃ高かった、
390万円。これじゃ使えません。世界初のこの薬、ぜひ皆さんにも使っていただこう。保険適用についても様々議論をさせていただいて、去年ギリギリ年末で世界初の認知症の薬、皆さん保険適用で受けることができるようになりました。いろんな実績がある。ところが他党の公約を見てみますと首をかしげるものが多い。例えば維新の候補の今回の公約は若者の負担を下げましょう。それは誰も反対しません。我々も賛成。だから子育て支援頑張ってきました。でもそのために彼らがやろうとしているのは高齢者の皆さんの医療負担を3倍いただきますという公約なんです。今高齢者の皆さんの医療の窓口負担は1割負担、これを維新の皆さんは3割にしようとしています。しかも一律。もちろん裕福な方、例えば年金もらってるけど企業の社長さん、そういう方々には少し3割負担をお願いして、今でも3割負担になってます。でも維新の皆さんの案は一律3割です。一律10万円給付とは全く逆。年金が多くても少なくても病気がちであっても全員3倍の負担になる。これは私はあまりにも年金暮らしの皆さんの生活の実態が分かってないなというふうに思います。皆さん本当に物価高の中で大変な生活してらっしゃいます。それを単に若い人の味方だと言わんがために高齢者の皆さんの負担を単純に3割増やす、3倍に増やす。こんな現場の知らない候補に我々の生活を任せるわけにはまいりません。いざ新人にはまだまだやりかけの仕事がたくさんあるんです。高齢者の皆さんの生活、若い世代の賃金、そしてまた子どもたちへの未来、この仕事、やりかけの仕事を引き続き伊佐真一に働かせてください。国政に送り届けてください。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。伊佐真一候補、皆様にお訴えをさせていただきました。それでは続きまして公明党山口那須夫常任顧問より皆様にご挨拶、そして伊佐真一の激励のお言葉を頂戴いたします。よろしくお願い申し上げます。皆さんこんにちは、なっちゃんです。ありがとうございます。半月前まで公明党の代表をいたしておりました。石井啓一さんにバトンを渡して、そしてそれまで15年間にわたり皆様に支えていただきました。本当にありがとうございました。心から感謝と御礼を申し上げます。皆さんありがとうございました。まだまだ頑張りますよ。いよいよ選挙になりました。伊佐真一さん、今ね皆さんに分かりやすく語った通り、さまざまな実績がある、実績があるからこれからの政策を期待ができるということだと思います。そしていろいろ政策をやりたくても今政治とお金の問題で不信感が渦巻いていますから、国民の皆様とあれやれこれやれと言っても信頼がなければ噛み合ってきません。だからこの政治改革をやり遂げる、それは公明党がやらなければならないということなんです。皆さん、私が代表になったのは2009年なんですね。自民党も公明党も野党になりました。変わった民主党政権の鳩山由紀夫さん、さらには小沢一郎さん、あの当時政治とお金の問題が生じたんです。秘書がやった、自分は知らなかった、そんな言い逃れをいつまで言っていたら政治は信頼が揺らいでしまう。だからきちんと政治家が監督をして、それを怠った場合は政治家が責任を取る、こういう制度を作るべきだということで公明党から改革を提案したんです。党首討論やりましたよ。後にも先にも党首討論やった代表は私しかいないんです。鳩山由紀夫さんに迫りました。
この公明党の政治家が責任を取るという政治資金規正法改正案、賛成していただけますね。そしたら鳩山さんは検討しますと言ったきり、結局民主党政権は公明党の提案を廃案にして無視したんですよ皆さん。その時に閣僚としていた人が野田佳彦さんです。今になって政治改革やる、与党を批判する、そんな資格はないと私は思います。今回の法改正でも私は岸田さんにお願いしましたよ。政治家がきちんと責任を取る政治資金規制、収支報告書、ここに確認をしましたというサインを政治家が出す。もしいい加減なサインだったら、後で政治家の資格を失う、立候補もしばらくできなくなる、そういう責任を取る法律を岸田さんは公明党の言う通りやりますと賛成したんですよ。民主党は葬った、だけれども自民党は公明党の言うことを聞いた。これだけで連立政権の違いがはっきりしているではありませんか。今回の法改正で政治家だけではなくて第三者機関を作って、これをしっかりチェックさせるようにしましょう。これも提案した。岸田さんは最初はね、検討しますって言ったんですよ。検討じゃダメです、民主党政権の二の舞になる、だからきちんと作るということを約束してください。わかりました、それでは一緒にやりましょう。そうやって決断したんです。民主党よりは自民党の方がまだマシでしょう。これをね、公明党がリードして自民党と一緒にやり遂げるということが大事。その先頭に伊佐新一さんを立たせていただきたいのであります。政治資金規正法改正を野党が一本化して法案を出すって最初は言ってたんですね。結局バラバラで出せなかったんですよ。そしてあの維新は自民党と一部だけ合意をして法案を出しました。改正案を出しましたけれども、衆議院は賛成をしたんです。だけども参議院の維新はなんと反対したんですよ。野党がバラバラで一本化できないどころか、維新は自分の党の衆議院参議院を一本化することもできないんです。こういう人たちにこれからの日本の政治任せるわけにはいかないではありませんか。今物価高ですから、これを乗り越える、そのために賃金を上げていく流れを定着させなければなりません。そして今物価が上がってますから、来年の年金もその分上がっていきますよ。だけれども賃金が物価を上回るともっと年金は上がるんです。来年は確実に上がります。だけど来年のこと待ってらんないでしょ。だから今やることが大事。石破総理大臣は公明党と自民党に経済対策をやるから検討してくださいと指示を出しました。今伊佐さんと一緒に相談をしているのは、その年金生活の方や所得の低い方々には給付金をお届けするということです。それと今やっている電気代ガス代の負担軽減策、10月で切れることになっているんですが、これをぴったり切ってしまうとまたポンと跳ね上がりますから、続けられるようにして、また12月までガソリン代など燃料油の負担軽減も行っています。しかし冬場の寒い時にね、ガソリンや燃料油、この値段がまた上がってしまうと生活が大変ですから、ここも滑らかにしていきたいと思っています。そしてもう一つ大事なことは、自治体に国から交付金をお届けをして、この大阪府や守口市や門真市、そこにこの土地に合った、この地域に合ったやり方を考えていただきたい。国から補正予算を作っていち早くお届けします。選挙終わったら経済対策をまとめる、補正予算を作る、国から届ける、これは公明党と自民党の連立政権しかできないんです。そして大阪やこの守口門真、地元で使うのは公明党の府議会や市議会議員さんが一生懸命やります。そうやってネットワークを生かして政策を推進できるのは公明党と自民党の連立政権しかできません。どうかその代表として伊佐新一さんを国政へと送り届けていただけますように、重ねてお願いを申し上げます。伊佐さんが厚生労働副大臣としてね、その経験に基づいて力強く訴えました。維新の政策のまるで
高齢者をちゃんと考えていない、年金生活の人の暮らしを考えていない、実感に乏しい政策。それは医療保険を使うとき窓口で自己負担を払いますが、今1割のところを一気に3倍にして3割にする。これはなんともね、むちゃくちゃだと私は思いますね。厚生労働省も聞いてみました。一体1割から3割に上げると一般の普通の人でどれぐらい負担が上がりますか。そしたら年間で10万円から15万円ぐらい負担が増えるという。一月1万円前後負担が増えてしまう。1万円毎月に増えてしまったらちょっと大変ですね、具合が悪いけど我慢しておこうか、そういう方々も出てこないとは限りません。しかし無理に我慢をすると余計に悪化をして、結局は病院に行かざるを得なくなってしまう。そこでもっと厳しい治療や手術が必要になったということであれば、余計に医療費がかかってしまう。結局その負担は若い人のためだと言いながら、若い人にツケが回ってしまうようなことになりかねないんです。こういうところまでちゃんと考え抜いていないのが思いつきの維新の政策なんです。こんな冷たい政策をやらせてはなりません。みんなでその負担の能力に応じて分かち合っていくということを目指す、それが伊佐新一の目指す道であります。どうか賛否決定でありますけれども、皆様のお力で伊佐新一を勝たせていただきたい、心からお願いを申し上げます。どうかこれからの選挙12日間に及びますけれども、この公明党は私が代表を退いて一気に若返りました。伊佐新一さんの出番がいよいよであります。だからこの伊佐さんが働ける場所、これがまた皆さんに帰ってくる、それが本当の政治だと思いますが、皆さんいかがでしょうか。今世界は激動してますね。日本のあの被爆者の団体の方々にノーベル平和賞が受賞されました。素晴らしいことであります。しかし二度と被爆の経験はさせてはなりません。今一部の国が核兵器を使うとか脅すとかってやりかねない状況でありますけれども、ここでノーベル委員会は日本がもっと世界の外交で頑張れと、そういう激励の平和賞だったと私は思います。外交の分野でもっと対話によって平和と安定を作っていく、これこそ連立政権における公明党の役割ではありませんか。皆さんどうかその先頭に伊佐新一を必ずやお届けください。立たせてください。働かせてください。どうか皆様に心からお伝え申し上げまして、私の応援のご挨拶とさせていただきます。伊佐新一さん、立たせてください。